蓮ン寺は、京都市左京区にある、天台宗の寺院。三号は、奇妙山。近世初期に造営された、地仙鑑賞式庭園によって知られる。蓮ン寺は、鴨川源流の一つの鷹野川のほとり、かつての砂場街道の京都口の傍ら、上、高野の地にある。しかし、元は七条塩工事にあった西来院という、自習寺院であり、 後任の乱に際して消失したものを、江戸時代初期の漢文2年に、前田藩の家臣、今枝近義が再建したものである。上高野は、かつて金儀の祖父、重直の世があった土地であった。重直は、美濃国出身の仏師で、豊臣秀寺に仕えた後、前田家に招かれた。晩年に至って得度し、総事故児と号して、司書や絵画、 茶道に通じた文人として、草案を結んだ。また、仏道への木への念も深く、上、高野の地に寺院を建立することを願っていたが、果たせずして寛永4年に死去した。金義が蓮華寺を造営したのは、祖父の願いに応え、母大を弔うためと考えられている。上述のように、蓮華寺の起源である西来院は本来は、自衆寺院であった。しかし、 近畿による再建に際して、未造坊実春という比叡山延暦寺の僧が、解散として招かれたことから、比叡山延暦寺を本山とし、延暦寺未造坊の末寺の一つとして、天台宗に属する寺院となった。また、現在の寺号は、境内地がかつて同盟の廃寺の跡地であったことに、由来する。蓮華寺の造営にあたって、詩人、諸家で、 四川道を造営した、石川城山、朱子学者の木下淳安、仮の葉がかのかの単雄大爆州の海祖である、因縁隆起や、第二世の木安小頭らが協力したことが、天南元年付の黒川道友の、東北歴乱の木に記されている。また、天明六年の、周囲と名所杖には、境内図が描かれている。上述のような文人たちの協力を得て造営された。 ことにより、蓮華寺は、大幕州の様式の建築と江戸初期の、地線鑑賞式の典型とも言える庭園を持つ寺院となった。参道正面を行き当たると書院と一体化した栗がある。栗内に設けられた配管受付から書院に入るには、まず阿弥陀三尊が安置された小部屋を通る。この部屋では、日常の宗教行事のすべてが行われている。 地線干渉式庭園書院は東向きに開けており、庭園を一望することができる。この庭園は、再建期の漢文年間の作と考えられており、未造房文書の記録や策定様式から裏付けられるが、庭園の造営者の名は不明である。石川定山もしくは小堀猿州の名が挙げられることもあるが、造営の年代には両人とも個人である。また、 作風からして、定山のものではありえない。演習は、加賀藩の文化政策に関係があり、弟子筋の人物が、加賀藩のために造園を行っていることから、演習に、ゆかりのある人物の策定という可能性はあるが、作風が相違している。庭園は、浄土宗的な形式に従い、池の対岸に浄土を描く形をとっている。こうした、浄土宗的な庭園は、 池の周囲を巡り歩くことを想定して策定されることから地仙海有識と呼ばれるが、蓮華寺の庭園は規模も小さく、書院からの干渉を胸とした地仙干渉式の庭園である。庭園の造形蓮華寺庭園の地仙庭園の奥には水量の豊かな湧水があり、それを導いた池が庭園の中心にある。池は水の字の形に作られており、 水樹系と呼ばれるものである。池の右手前には船石と呼ばれる石が配されている。船石を置く庭園は希少であるが、とりわけレンゲージの船石は、入り船の形をしている点でさらに珍しいものとなっている。船石を置く庭園のほとんどでは、出船の形があしらわれている。出船とは、向こう岸に、理想境を見出し、悲願を壮念させるものである。それに対し、 入船は浄土を志願に乱す思想を表すものである。池の左前方には、亀島と鶴石がある。大ぶりな岩石で組まれた亀島には、東人坊丸型と呼ばれる石道路が据えられ、石橋で岸とつなげられている。その側面に寄り添うように建てられた立石によって、鶴の姿が表すのが鶴石である。亀島の左後方には、 蓬来山の姿が岩組によって築かれている。この蓬来山には、今枝重直の一大木が刻まれた石碑が建てられており、木下純安の専文、定山の天落を伝える国名がある。石碑の土台は、亀と麒麟の合体した姿をかたどる石組である。古代中国の思想によれば、亀は、地上の支配を、麒麟は、 天空の支配をそれぞれ意味するものとされ、両者の合体した姿は、宇宙全体の姿となる。そうした点から、この石碑の周囲の造作は、石碑の未来永劫の存続を願うものと解される。宝来山の右側奥手には、亀島にあるのと同型で半分ほどの大きさの丸型道路が置かれ、奥行きを感じさせるための工夫がなされている。 灯籠書院から右手に見えるのが本堂である。本堂の正面は書院から見て裏側にあたり、レンゲジ系灯籠として知られる2基の灯籠が佇んでいる。レンゲジ系灯籠は基礎は六角で連弁がつき、竿は丸竿で中央部が膨らむ。中体は連弁のある六角形でく草分をあしらう。火袋も六角で前後に四角の穴をガチ。 傘は急勾配の眺めで球団の不吉を表し、頂上に宝珠が乗る、独特の形をしており、茶人たちに好まれたという。本寺は天台宗の寺院であるが、造営に大幕宗像が関わったこともあり、本堂の様式は全く大幕宗のそれである。本堂入り口には石川城山の筆による字学が掲げられている。道内中央の趣味団には、 ラデンズ市に収められた本尊釈迦如来像が安置されている。ラデンズ市の来歴は寺よりも古く明朝初期の中国製のものであり、加賀藩が輸入したものであると推定される。本尊左側には常文化商院を結んだ阿弥陀如来像が安置されている。像本体は鎌倉時代の作であるが、台座と後輩は江戸時代に作られたものである。 本尊右側にも、ラデンズ氏が置かれ、秘仏として、不動明王が安置されている。天井には、かつて、加納丹友が描いたとされる竜の図があったが、明治期に失われ、1978年に、仏師の西村校長によって復元された。他に重要文化財の資本着色、三能霊元記二巻があったが、第二次大戦後に、寺の所蔵を離れ、現在は、 泉市久保総記念美術館の所蔵となっている。いずれも、上橋バス停下車と保すぐ以下2点の文献を主に用いた。さらに補足として以下の文献を参照した。ありがとうございます。